皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。今回は中華プレイ日中戦争の続きから、将来的な構成のための、小銃や野砲を今は備蓄しているタイミングだな。それにしても気のせいでしょうか。日本側の皆さん宣戦布告してきたのはいいものの、北京側全く構成されませんね。最前線の中華軍の数にビビってるんだよおそらく。と言ってる間にも産業系の NF が進み、次は軍需工場が3個もらえる国家方針を取得。あれ、でもそれを取ると、デバフのインフレーションがひどくなって、工場建設などに遅れが出ちまうんじゃ。それを差し引いてでも、即時3個もの軍需をもらえるのは良いことだと、早めに取得している次第だよ。ぶっちゃけ1から工場を作るより、3個と各数の場合なら、国家方針でもらった方が中小国は早いからね。野戦砲の生産ラインを素早く整えるためにも、必要な NF ということなんですね。さてあまりに日本側攻めてこないので、もうこちらから部分攻勢に出ることにしたよ。前回最前線部隊に配備した、対空砲の効果もあって、戦車の装甲に関しては問題なくぶち抜けてるようだな。馬で牽引している対空砲を、水平射撃とかしてるんでしょうか？中隊は偵察以外は速度が下がらない仕様だったと思うから、めっちゃ快速な精鋭バカトラックに、対空砲乗っけてそこから撃ってるのかもね。案外中華式タチャンカスタイルなのかもしれない。産業系軍需を取得したら、ぼちぼちこちらの外国との連携ツリーを取得していくよ。おすすめは真ん中の英仏どちらかの卓越ツリー。今回はフランスの方を取得していくよ。私そのツリーの存在自体は知っていたんだが、取得を優先するくらいに強いツリーとは思えないんだが。確かに鬼強いってわけではなくて、早めに取得しないと取りにくくなるから、早い段階で取っているってのがあるよ。まずイギリスにしてもフランスにしても、他の独ソや日米にしても、外交で関係の改善をしなくちゃならない。でもその点は政治力の取得量が多い中華民国さんですから、そこまで難しい問題ではないですね。そして関係が良い状態をキープすることで、飛行士団や歩兵系、海軍などの軍事技術等に、ボーナスをもらうことができるんだ。中華は今全員が歩兵士団で、戦車を作っている余裕もないから、英仏の歩兵系技術を優先するのはそのためだよ。もっと言えばフランスが降伏してしまうと、フランスが援助してくれるツリーは取得できなくなるから、最低限欲しい国家方針は対戦前には取得しておきたいね。でもどっちかっていうと僕が欲しかったのは、マップ外に軍需工場を3個追加してくれる、ハノイルートの保証。なるほどインフレーションの軍需の建設遅れも、直接追加することで補おうって言うんだな。他にも歩兵や野砲技術の追加、変わったところですとフランスの将軍追加などもありますから、歩兵中心の中華とは相性がいい内容になっていますね。ちなみにイギリスの方だと空軍よりな内容になるから、日中戦争で早く恩恵受け取りたいならフランス、その後のことも考えて空軍に注力したいならイギリスって感じで、使い分けていくといいと思うよ。精鋭の6大隊士団に、ようやく野砲が溜まってきたので中隊で野砲投入し、これまた充足するのをしばらく待つとして、気をつけなきゃいけないのが、今山東半島の方で起こっている港の近くの上陸だね。これは近くに多数士団がいて、相手に補給もないから刈り取れそうだけど、乗られるってことは港を失う可能性が上がるから、できる限り乗せないことを心がけたいぜ。まあぶっちゃけ殲滅できた時は、美味しいバナナのおやつなんだがな。山東半島にしつこく上陸してくる奴らを見つつ、国家方針は消費財マイナス 5% の人材を解放する金融政策を取得。また小銃の余裕が少しは生まれてきましたので、いい加減最前線の精鋭だけでも20幅士団に変更しましょうか。正直デバフの影響もありますが、すごく火力不足な状態が続いています。兵の数や質が向上すると、その分消耗も激しくなるわけだから、国家方針はインフレーションのデバフを抑える内容を取得していくよ。そして足りない分の小銃はフランスがレンドリースしてくれるみたいだな。どうせドイツに奪われるんだから、今のうちに中華が有効に使ってあげるんだぜ。うらあ、日本に乗られてるー。これからようやく反抗作戦っていう時に、仕方ないから近場で訓練させておいた歩兵士団を展開して、対処に当たらせよう。これ以上傷口を広げられてしまっては、満州側にとても構成する士団が足りませんものねー。陸軍経験値が100ほど溜まってきたので、李士珍の陸軍改革を中華は取得。これは師団攻防マイナス 50% というデバフを、陸軍経験値100単位で支払って、3段階で解除していく李士珍だよ。これを進めていかないと、中華は6に攻撃できないから、戦時になったら最優先で取得したい内容だね。ただ今回日本は積極的な上陸はしても、攻勢はあまりしてこなかったからな。経験値の獲得量はあまり多くはなく、解除が想定より遅れてしまっているんだぜ。最悪無謀な突撃をしていた山西あたりに、重大武漢を送っておくべきでしたかね。ただここでグッドニュースです。日本の上陸によって奪われていた甲州湾でしたが、うまいこと取り返すことができたようで、日本の陸軍17個師団を包囲することができました。民法周辺に乗ってきたやつも含めると、20個師団くらいうまくいけば殲滅できそうだな。もう一回取り返されてもあれだから、あくまで慎重に殲滅作業は進めていこうか。
そして上陸に人を割きすぎた結果なのか、満州側もじりじりと中華陣営が押し込む状況に。情報員を派遣して敵の塹壕とかのボーナスを減らしていることもあり、弱っちい中華軍でも少しずつ進むことができているよ。どちらかというと地形も厳しくて、情報効果も届いていない。もうこの方が押し込むのに苦労しそうですね。まあその点は山東半島の殲滅が終わり次第、この24個師団を最前線に向かわせる予定さ。中華の中でも強力な国家方針、穀物税を取得したことにより、総動員も重なって消費財は 0% 状態、貿易に使っている民需を除いて、すべて軍需建設に動員していくよ。ただゲーム開始から軍需を立てっぱなしだったからな。消費財例でも民需不足で建設速度はいまいちなんだぜ。そこは少なくとももらえる満蒙の中核州で、民需を補っていけばいいんだよマリサ君。売り場が増えるからまたいっぱい儲かりそうだね。信長の証券的発想はやめるんだ。とか言ってる間に日本の防衛ラインをついに切り崩して、満州領内に塗り絵的に浸透できるように。願わくば本土から追加の日本兵さんが来る前に、一気に主要な都市を落として満州を降伏させていきたいですね。今ちょうど隠れて見えてないけど、蒙古方面も移動妨害攻撃含めた、猛烈な攻勢によって、蒙古国を脅かそうとしているよ。できれば満州領を通って、蒙古をぐるっと囲みたいけど、そこまでうまくいきそうかな。日本は唯一鉄鋼が取れる勢力圏の国、満州の防衛をガチでやってきたけど、もうこの方が代わりに手薄になってこれが降伏。すでに満州の人も落ちて、もう一息押せれば満州も降伏するんだろうが、河川を中心に地形に手こずって進軍が鈍化しているんだぜ。しかし中華の昼夜問わない連続攻勢に、満州もとうとう耐えられずに降伏、新型野砲の生産配備も決まって、残りはその火力で朝鮮まで押し込んでいくだけなんだぜ。中国大陸には数多くの日本軍が残されましたから、これをできるだけ殲滅して、朝鮮の制圧をスムーズに行っていきたいですね。1939年10月、朝鮮半島での戦いが見えてきた頃、日本側もついに耐えられなくなって、和平してくれないかと提案してきました。朝鮮半島に航空基地を建てて、そのまま日本に空挺上陸することも可能だけど、今回は満蒙をもらって和平する形で終わらせてあげるよ。なおこの講話を選ぶと、朝鮮半島がバグって本来なら中立国になるはずなのに、なぜか中国の領土に半分組み込まれた形になって、朝鮮半島に正当化できないというバグが発生する恐れがあるよ。ちなみに今回は見事にバグりました。もしそうなってしまったらすこぶる面倒だが、一度朝鮮半島の迎合同盟いっぱい落とした状態で配備する兵士を空にし、朝鮮でわざと内戦を起こすしか半島制圧の方法がなくなっちまう。中華で世界征服したいとかの場合は途中講和は避けた方が無難かもな。それじゃあ中華の軍閥を統合するために、軍閥を従属の国家方針を取得していこうか。これで確率だが軍閥が傀儡になってくれるわけだが、今回は最前線で共に戦った三世以外は、みんな拒否しちまったなぁ。まあ傀儡国を段階的に併合する方が手間になるから、僕的にはこの結果で十分都合が良かったよ。じゃあ中華統一をなんとなく目指すため、一国ずつ追放して中華民国に統合していきましょうか。まあでも軍閥一つをボコるなんてのは楽なもので、他の国なんかも誘ってボコればより大した相手でもなく戦いは終結するよ。でもそれですと、例えば中国共産党さんとかが、中核州領土を奪っていっちゃうんじゃないでしょうか？もちろんそうなるけど、今回の場合は中共に土地を取られるっていうより、むしろ取らせてあげるっていう方が近いのよね。え？それってどういう意味です？中共は州が一つしかなくて、まともに戦うとその狭い州の山岳と河川を使って、少数部隊で頑固に守ってくるのよね。でも馬軍閥の州を一つ二つ与えれば、その分中共の部隊は広がって、言い換えれば分散配置されて、中共を落とすのが結果的に楽になるっていう寸法なのよ。なるほど、AI の特性を利用した、なんともずる賢い撃破方法なんだぜ。できれば賢いと褒めて欲しかったなぁマリサさん。でもって馬軍閥だけでなく構成、雲南、あと今チベット君を武力で制圧し、その領土を統合。山西さんも専用の自治軍を活用して、将軍など人材ごと取り込むことができましたので、あとは共産主義イデオロギーの新疆と中共のみになりますね。ただ共産国家のこの二つは宣戦布告からしばらくして、十中八九コミンテルンに加盟しちまう。中共や新疆に行くならば、ソ連ともセットで戦う覚悟の上攻め込まないとな。もちろん、百歩譲って港湾都市で返還も遅かった香港とかはスルーするにしても、中共や新疆の土地くらいは統合しないと、最低限中華統一ってのは名乗れないよね。この後暇だった中華民国は、ブータンとネパールも併合して、より国力を高めて対ソ戦の準備を進めていくことになるよ。1943年2月、陸軍数も増やしてついに進行準備もできてきた中華は、中共を陣営から外して正当化開始。気がつけば多数の軍閥を統合したことで、攻撃力も200近くに迫って大国の一員と言えそうですね。この時期ですと独ソ戦がもう始まってますから、やはり独中で挟み込んでソ連を撃破でしょうか？そのつもりだったんだけどねアリスちゃん、世界は思っている以上に1943年で進んでいるのよ。
まずインドペルシャ方面だけど、連合のインドは日本によってすでに脅かされ、一方アフガンとイランはソ連に宣戦布告され大きく制圧されている状態。欧州はもっとひどいもんで、開戦日が遅れたドイツはフランス攻略に時間がかかり、ヘタリアはすでに降伏、ドイツは西と南を連合、東からソビエトに迫られて、いわゆる四面楚歌状態になりつつあったよ。こんな調子だと、中華が大部分頑張って、対ソ戦を進めなきゃいけなさそうだな。1943年6月、中華民国も遅れて世界大戦に参戦することになり、まずは敵であるソ連の極東領域を、赤軍が全くいない今のうちに、ちゃちゃっと制圧することに。モンゴルさんの領土を含め、極東領域やシベリア中心に、大規模に土地を獲得して植民地にしちゃいましょう。最初こそ誰もいないおかげで調子の良かった中華でしたが、おおよそモンゴルを倒したあたりから進みが極端に悪くなることに。無理もないんだぜ。モンゴルとかまさに代名詞だが、この辺は補給が悪いことに加え改善しにくいことで有名だからな。空域も広いから小屋泥沼になるぞ。しかし今回はパート1でも言ったように、どちらが人的資源国家にふさわしいかを決める戦い。中華もソ連も1000万単位の死傷者がいてもまだ徴兵できるとんでもないお化け国家だから、付き合ってやろうじゃないかその泥仕合。そして月日は流れて2年後、展開早いなおい、と言いたいがそれだけ泥沼の戦争が続いているということか。中華は戦線をようやくウラル山脈近くまで押し上げ、ソ連と交戦を続けるも小銃不足の状態に。中華人は世界一いるんだけど、小銃生産に必要な鉄鋼がなくってね。パラドには次のアップデートで、ぜひとも鉄の追加採掘ディシジョンをまた増やしてほしいもんだよ。しかし愚痴ばっかりも言ってられない。ドイツがまだ生きている間、すなわちソ連の軍が二手に分かれている間に、できる限り前に進んでいかないとね。そしてさらに時代は進み3年後、超長期戦の結果中ソ戦争の被害者は双方1000万人を超え、綺麗にほぼ同じ量の被害でここまで戦ってきているよ。これ何がエグいって、ソ連すでに独ソ戦でも1000万単位なくなってからの、中華の被害だから、エグい量の人員動員してる状態なんだぜ。こっちは念のため無再現徴兵にして、まだ3700万人もの余裕がある。このまま質の低い歩兵でさらに物量を押して、ソ連をくたくたにした上で勝利を掴み取っていくよ。ドクトリンは大規模なのに、ほぼ無計画で突撃させられる中華軍かわいそう。1949年9月には、ようやくソ連の首都モスクワが陥落。協力政府の準備はマックスまで終わらせといたので、これにて長すぎた中ソ戦争は中華の勝利で決着がついたよ。なお推定ですが両軍の被害合計は約2800万、約1350万が中華で、残りがソ連と、ほぼ同じくらいの死傷者が最後まで続きました。それじゃあ給料度含め、もともと戦っていたドイツももう負けて要求してこないことだし、ソ連の土地を勝手に分割していっちゃおうか。絶対この領土じゃ請求収まらないな中華。ってことでロシアの土地はもともと支配されていたウクライナやカザフスタン、中華やアゼルバイジャンとかに大規模分割され、ロシアはモスクワとウラル周辺だけ残して中華に傀儡化されたんだぜ。最後に講和の関係上与えたり解放できなかった、旧フィンランド領土とポーランドを解放して、最終的にはこのような形になったね。めちゃくちゃ大きくなった中華に満足しつつ、撮影時の僕はもう1949年でヘロヘロだったので、物量中華プレイはここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。